島の事故の根源的な原因は、根源的、根本的な原因です。根源的な原因は、規制する立場だ。規制する立場は経産省、原子力部会。規制する立場、経産省と資源エネルギー庁。規制される原発会社。この立場が逆転しちゃった結果になるとか言った。資源エネルギーなんか 2% 程度じゃないかと、原発推進の人は言ってました。ところが、この7年間、むしろ原発ゼロないし、今再稼働を何期させるけども 2% 程度でしょ、全電源の原発。自然エネルギーなんか 2% 程度しかないじゃないかと言っていた、バカにしては自然エネルギーが、今や大して政府は支援してないにもかかわらず、全電源のうちで 15% もう自然エネルギーでやっちゃってるんです、日本は。原発の幹部ほど私頭良くないけど、この点は常識でわかるね、原発はダメだっていうのは。これは一日も早く原発をやめさせれば、今でさえ資源エネルギーだけで 15% 程度の電力を供給している。2015年3月の時点で太陽光発電だけで原発10基分以上の電力を供給したという、2年前。これはね、日本が原発ゼロにしよう、自然エネルギーでやっていこうと思えばね、100年かかる。私はあと10年ぐらいで原発が供給していたら、ね、30% 程度は自然エネルギーでやっていけるんじゃないか。1000年までまずまずまで100年ぐらい経てばね、政府が支援すれば、企業も国民も協力すると思う。与野党は協力します。今まで原発反対って言ってるのは、ね、革新とかね、最後だと思った。今違いますよ。私、保守ですから、自民党総裁やったんですよ。そうですよ。革新じゃないんだよ。一緒に来た人は、中川秀直さん、自民党の幹事長やった人一緒に来てるんですか。官房長官見て、幹事長、私総裁やってんだから、革新じゃない、保守って言われてる。保守革新ない。今までからまだね、中村吉郎大司令、自民党の仲間と今、元気で議員やってる。もう原発やめさせようっていうのはね、保守革新問わない。普通常識がない。原発じゃなくても、廃棄物の会社は。ところが、原発会社、一つも最終処分場、ゴミ処分場作ってない。再稼働するとまたゴミが増える。捨て場所がない。どうして再稼働を認めるの？分かんないことだらけ。憤慨してるんですよ、私。やっぱり物のことね、憤慨すると何かしなきゃならないという気持ちになってくるんですよ。のんびり本でも読んで音楽でも聴いているなと思ったの。これだけは言わなきゃいかんと思って今ね、いろいろ曲回ってるんですよ。しかし、いずれこの原発の無謀さ、原発の恐ろしさ、安全コスト安いクリーンエネルギー、この全部の嘘が国民たちに分かってくれば、必ず近い将来原発になると、私は確信してるんですよ。危険な原子力に頼る、原発に頼る、無限と言ってもいい自然エネルギー、この自然エネルギーで日本は油も輸入しなくていい、さまざまな資源も日本でやっていけるとなれば、資源大国になりうる基盤を持っている。しかも安全だ。こういうね、ピンチをチャンスに変える、そういう天才というか大きな事故だったんだと受け止めて、これからの国づくりを始めたのが、はるかにいわゆるもいい国なんじゃないかと思って、自然エネルギーで日本は発展できる、もう原発なんか頼らなくていいという気持ちをできるだけ多くの国民に持ってもらって、いずれ選挙の時が来たら、
原発推進論者のは絶対当選させないという。安全だったらば稼働させる、とんでもない。安全なものないんだって。事故後の調査委員長が言ってんだ。どんな安全な基準を作ったって、安全な原発は日本では作れない。厳しい基準にあれば再稼働させる。こんなのはごまかしを信じちゃいかん。ただし、いかなる原発も再稼働させないか、廃炉させろ。そういう気持ちでね、これからいろいろ自然エネルギー推進に努力していかなければ。そういう時、ぶれないじゃないか。ぶれないとそう言って言われた小泉さんが、なんで今ぶれて原発やらなんて言ってんだって批判する人もいるけど、まあいい方に批判、変わるのはいいんじゃないかと思ってやってるんですよ。原発推進は当選させないのあの一言が本質のような気がしますがね、そういうふうに思いになってらっしゃるんでしょうかね、やはりね、はい、改めて花角さんとの原発症の違いというのはどのような感じでいらっしゃいますか。はい、明確に違うと思っております。私は原発ゼロの新潟県を本気で目指していくというつもりで戦っておりますので、それだけでも違うのではないでしょうか。日本も将来的には原発ゼロで、でもすごくファジーだなっていうふうに感じますね、はい、相手は本気じゃないというふうに考えますか。原発についてですか。原発ゼロについて、原発ゼロについては本気かどうかっていうのはちょっと私は疑問を持っております。小泉さんに頑張れって言われたのは どういう場で言われたの。先ほどの控室で言っていただきました。控室で、はい、じゃあ皆さんご苦労様です。